おはようございます。時刻は朝の5時53分でございます。最近恒例にしております市原誠さんの詰め将棋3小手詰めオンリーやっていきたいと思います。50問ですね。昨日やったのが40分、一番最初したのは2時間ぐらいかかった。2時間、1時間半60分50分40分って形にちょっと差が出てきてるんで、まあもちろんもう答えを知ってる問題が多いんで早く解け出してるっていうことはあるんですけど、昨日が40分だったんで、40分以内にできたらこう一手押して答え出てからじゃなくて、もう全部のルートが見えてからパッパッパッパってやるのが目標かなと。まあそれでも思い出せないんで、回答見れないんで、ちょっと一手ずつ指して解いていくこともあるかなと思います。さあそれでは行きましょう。3一飛同玉、2一飛車成同玉の金の頭打ちですね。まあこれは分かりやすい。さあ2問目、1三角でしたら同玉だから1三金同玉、3一角、1三角かな。で同玉ってなったらそこに金打つ、微妙ですね。1二で銀、これですよ。考えて打てっつってるのに、やれ言うと思う。さあ3問目、3一角、1四玉、1四って言ったら2四金、4逃げたら2四飛車打ちで決まっちゃうから、3一角、1二玉、寄ったら寄ったで、1三角成で同飛ってやって、見えてからしないといけないのに、金で打って取られたら、角じゃなくて飛車、あこっちか、これは見えづらいですね。さあ4問目、50問全部通してできる集中力も必要だと思ってるんで、1四金同玉、角、じゃあ2二角、1四玉、3、3三角、金王手かけて、で角道作って金か、通して考えないといけないな、解けないな。さあ5問目、1二飛車引き飛車成り、1二引き飛車成り、3一玉、3三飛車成り、合駒で金かな。もうちょっと、あ同桂だけど
結局ここで金打ったら一緒ってことですね。さあ6問目。2二銀同銀1二飛で決まっちゃうから2同玉じゃなくて、1四銀同玉、1四銀は同玉できないか、1四銀1二で飛車打って同桂、頭の中で入れていかないと。さあ7問目。早く解くことも大事ですけど、角と飛車がのディフェンスが厚いですよね。3三飛車同香銀打ってで、飛車打って違うか、銀打ってで飛車打って銀打ってで1,2,3,飛にして、本当は 1,2,金って打ちたかったんですけど、これしかないってことですね。さあ8問。2,2飛車成同玉、いや1,3歩同玉1,4飛車成2,2玉1,3歩で1,4銀で金か、そっちに来たらこっちでいいんだね。さっきも2,4金1,2玉難しい問題ではないか。で、飛車の頭と。さあ10問目。
二二飛車同香、二三金同香、金同玉の飛車か、強者をガンガン前に出したいかと。さあ11問、22角、12玉、13飛、同香、三三角同香、二二角、一二玉、一一飛ってしたらそれで詰むから、二二角ってしたら、二二角で一二飛同玉、2、3、比、同桂、シンプルというか読めてないけどね。さあ12問目、2二銀同歩、2二銀同歩、2一金同玉の4二角で開きか。これは覚えですか。さあ13問、飛車ってしたら同玉じゃん、進むから同玉で1三金、2一玉、これつまりな、1二飛車成り同玉、1三金、いや違う、1二飛車成り同玉、1三馬同玉の2三金打ちか。引っ張って引っ張って金で。さあ14問目、大駒対決、4二飛車成り同香、詰め1一玉か、1二金同馬、4二飛車成り、1一玉、2二金同馬、1二馬同馬、飛車なり合駒されて、微妙だな。そうですね、結局そこなんですよ。で金打ってどう、で角1二馬でどう、馬よりは空き王手かけて
そうか、取られちゃうのか。対局観ね。それ考えちゃいけないんですよね。2二金同飛、1二金同馬ってしたら横に開いて決まりかい。見えないな。思いつかないな。1人はどうまで、ああそうか、1二角成りでどうまでできないんだ。竜が効いてるから、アホや。さあ15問目。3一角同玉ってなったら、そっから詰めないから、かといって逃がしたくないから、3一角同桂3三桂成同玉で、銀打ちを打つと。さあ16、なんかこれは覚えてる気がする。同玉2三金同金、角で成って馬で下がっ、うん、桂取られて終わりか。1二角成同玉上がるのは、ダメですよね。
1一金同玉、そっから詰めれないよな。あ、そっか、金と銀があるのか。何を愚かなことをやってたんだろう。ずらして同玉2三金2三飛車か2三金か飛車だったら、4四には絶対逃がしたくないから、2二かなと思ったけど2二じゃないのか。2三飛って1四に逃げ、1四を潰すってなったら、どうもな。全然だな。38問目。全然思いつけない。13飛車成り、12飛車成り、いい飛車なりってしたら、馬で合駒しかないですよね。合駒してきて、そっか、そもそも合駒で合うのか。1、3飛車なり同馬、そっからがいかないから、2五金同馬で、そっから1、3、それじゃつまないよ。そうか、桂馬が来るのか。先しか見えないんで、後手先見ないといけないんですけど、1四飛車成り同金、2二馬、
四飛車成り同一四飛車同銀二一先一四飛車成り一四飛車同銀二一馬成り二三玉で金を打ったまに金を打ったら詰むかい、まあ取るのか、まあ下に来たら二四金打てばよかったですね。下に順二三角成りでしたら四馬同飛同飛ってしたら負けだから同玉か同玉二三飛車成り一五玉詰めないな二四馬これで馬になるじゃないですか。で下がったら竜で詰めりゃいいのか。違う。寄せるのか。読めてないな。321問目。時間はかかるし読めないし最悪だな。1号桂同香。そうか。で同香の、まあ、同玉だったら2四金ですね。今のはちょっと322問目。でしたら同歩か。で一三成り。
で下がっていくと。さあ24問目。1三飛車3一玉3二飛微妙、かなり微妙と思ってるけど、まあ、ふわっと。27一三飛合駒で二一飛で詰まっちゃうから一三飛車は取りますよね。下がりますよね。こうか、こう外からか近づけるね。さあ28番これね、この筋は覚えましたからね。さあ29番ね、13四龍飛車が効いてる。ここで1三ってくると取られちゃうから、同角だからかといって
三三角同飛だからね。ダメだよな。思いつく一手がないですね。3手詰めになってますからね。が味方ってのが見えてなかった。最悪だ。対局感、対局感って言ってんだね。三人飛。1問目待たれた。渋い手、渋い手って難しいですからね。飛同角、二三金。だから一三って打ったら同玉しかないんだ。で一三、二三金って打って一四に下がるから下に下がる。違う。で下がって、で馬で詰め、こうか。読めないな。33本して読めねえよ。11馬、いや32角、34問目。
1に銀って言ったら同玉、あがちょっと違った、下手くそなだけですね。35枚全然だ。あ、違うか、1、2、1か、いい日でずれて銀ならずでで竜か。36問目。同金の頭金。37問目。2二金同玉で金で詰まるから1三香同香同桂でもいいですけど。金でずらして強打ね。さあ38問目。1二銀同玉1三金1二銀同玉1三金、いや2三金か、それでも変わんないよね。1一二ぐらいで角で鳴って引き出して頭か。さあ39問目。21飛微妙だな。これは結構分かりやすいですよね。さあ41問目。2回王手飛車あり。
これはね、そういう意味で言えば大手飛車狙っていけばおのずと答えが出ると。さあ42問目、2一飛、1一飛車成同飛、あーなんか見えたような気がする。そもそもちげえ、そもそもちげえし、なんか微妙だな。パッていったけどさ、23そうするね、1三で1四銀で飛車を引っ張ってきて1二金ですね。さあ45問、いい手かなと思ったんですけど、
こじゃないよ、ね、あ、ここか。微妙。これはね、わかりやすいですよ。こんなわかりやすいのないですよ。笑けますもん。49。まあ、これはねって言いながら一回ミスりましたけど、まあこれも筋っちゃし、あ、愚か者。